皆さんこんばんは。今日はレシピやっていこうと思います。久しぶりに夜のちゃんとしたコーヒータイムを楽しみたいなって思って、一人なんだけどと思って、スイートポテト、お芋を買ってきたので、スイートポテトからのスイートポテトパイを作りたいと思います。からのって意味わかんないよね。はい、スイートポテトはお芋がいっぱいあるから、スイートポテトを作って、そこから本当に冷凍のパイ生地に包んでパイにするだけなので、でスイートポテト自体は、お友達の家とかに持っていけるのでと思って大量に作っちゃおうかなと思いまして、作ろうと思い立ち、では動画を撮りましょうということで始めました。はい、なので、とっても簡単にできるものなので、ぜひ作ってみてください。それでは、なんだっけダメだ、お料理開始。はい、ではまず材料を紹介していきます。もう洗おうと思って今ちょっともう水につけちゃったんだけど、これがさつまいもです。これは多分もすごい量多いんですけど、1回分、単位1で覚えるとして、さつまいもが 450g、 さつまいも 450g 使います。そして 450g のさつまいもに対して、こちらはお砂糖です。砂糖ケインシュガーが 60g、 そして卵黄が2個分です。卵黄2個分、そしてこちらが生クリーム、生クリームが120ml、 120ml。 そしてこちら、無塩バター、無塩バターが 60g、60g。 そして私はラム酒を入れます。ラム酒を 30ml、 30ml です。そしてパイにする場合は冷凍のパイシートを1枚用意してください。卵黄だけ使っているので卵白が余ると思うんですが、私はこういった小さな容器に入れて冷凍しておきます。そしたらまた卵白だけ使うお菓子とか、例えばマカロンとかの時に冷凍から出して使うようにしています。あと卵白クッキーとかね。はい、で卵はもう全部使わないで少しだけ残しておいて、水で溶いて上から塗ると、焼き色がついたりもするので、そういう使い方もしていいと思うんですけど、まあ私は面倒なので全部入れちゃいます。はい。では、こちらが材料です。材料は以上となります。はい。では、まず、さつまいもを水洗いして、それからピーラーで皮を剥き、不要な部分を取って適当な大きさに切り分けます。と、私の手がこんなもんで、このぐらいとか、まあ、いろんな大きさになってると思うんですけど、こんなのとか切り分けて、お水に10分ほどアク抜きのためさらしておきます。で、先ほどさつまいも 450g と言いましたけど、 450g、正確には、正味 450g です。正味。食べる分ですね。不要な部分を除いた分量で 450g です。なので、この状態になってから 450g ということですね。はい。では、10分待ちます。10分じゃなくてもいいんですけど、まあ、アク抜きなので少し時間をとってください。はい、さつまいものアク抜きが終わったら、茹でてもいいんですけど、私はもう簡単に
レンジでチンします。こういうレンジでチンできる蒸し器みたいなのを使ってるんですけど、そうじゃなくても普通にお皿にラップしてもいいと思います。私の家の電子レンジは1200ワットで柔らかくなるまでやりたいので、だいたい5分から10分、ちょっとやりすぎかなっていうぐらいだとは思うんですけど、だいたいそのぐらい加熱してスーッと串が通るぐらいの柔らかさまで加熱していきます。はい、8分ほど加熱してこんな感じに柔らかくなったので、ボウルに入れて潰していきます。こっち今ボウルに入れて最初にやったやつを潰しているので、はい、で潰している間にこちら生クリームとバターを計量してあるので器に入れて、こちらも温めるぐらい沸騰させないで、バターが溶けて温かくなるぐらいまで加熱していきます。ちょっと様子見た方がいいけど、そうだな、とりあえず倍量で作ってるので45秒、1分ぐらい一応加熱していきます。お芋がまだまだ温かいうちに、お砂糖を加えていって一緒に潰していきます。これフードプロセッサーとかミキサーとかでもやってもいいんですけど、今日私はちょっと手作業でやっていきます。手作業の方のがちょっとお芋が粗くなるので、滑らかにしたい場合は最後もしかしたら1回だけバイタミックスかけるかもしれないけれども、ちょっと今日は手作業で、しかもポテトマシャーではなくフォークでやってます。はい、ではこの中にお砂糖を足していきます。お砂糖がある程度混ざってきたら、卵黄を加えていきます。卵黄を加えて混ぜていきます。少しだけ残しました。上から塗るようにするためです。卵黄もある程度混ざったら、先ほどレンジで温めておいた生クリームとバターを加えていって、よく混ぜて滑らかになるまで混ぜていきます。少しバター残ってるけど大丈夫です。ではこれで滑らかになるまで混ぜます。ある程度ドロドロになったらラム酒を加えていきます。やっぱりちょっともう少し滑らかさが欲しかったので、少しだけお芋も足しましたが、こちらバイタミックスでブレンドしていきたいと思います。だいぶ柔らかくねっとりとした、ポテトになりました。なのでここから、器に入れたりパイに挟んだりしたいと思います。まずはパイを焼きたいので、オーブンを200度に予熱してください。四角く、パイ生地広げたら少しだけ押してあげれば大丈夫だと思うので、水溶きの卵、先ほどの余りの卵黄、水で溶いたものを糊代わりに塗っていきます。こんな感じで全体的にべちょべちょっと塗っていきます。別になんかこだわって綺麗に塗らなきゃいけないとかもないので、はい、好きなように塗っていってください。全体的に卵液が塗り終わりましたら、先ほどのこのポテトの種を半分にだけのせていきます。形にこだわらなくてもいいので、半分ぐらいのせ終わったら、この紙を使ってベチョーンと半分に折っていきます。これで包むのは完成すごい加減でしょ。こんな感じでも、でもはみ出ようがなんだろうが平気なので、はい、なのでこれで、じゃあちょっとここは慎重にやるというか、生地が取れちゃうので両手使ってこの生地剥がしていきます。
はい、やっぱり結構解凍されてたのでかなりパイ生地がぐちゅぐちゅになっちゃってるから剥がすのが結構大変だったんですけど、これで大丈夫です。別にあの形は平気です。なのでこの状態で包丁濡らしながら好きな形に切っていきます。私一口サイズにしたいので小さい形に切っていくんだけど、もちろん裏もべちょっとくっついちゃってるから綺麗に剥がれないんですね。でもツイストしちゃったりとかして形は適当に整えれば問題がないので、とりあえず切り分けて乗せていきます。はい、全部切り分けて乗せました。形いびつなんですけど、これ取り分けて少し伸ばして半分に折るんですね。ちっちゃい一口の分を。そうするとパイが層になって、もっと、もっと、好きな私の食感になるので、伸ばして折りたたむことをします。で、このままでもいいんですけど、さっきの卵液が残ってるので、上にペチョペチョって塗って、これで、焼き色がつくように少ししていくけど、まあそんなにつかないかな、この感じだとと思いますね。オーブンは余熱ができてるので、これを塗り終わったら余熱の終わったオーブンでだいたい20分ぐらい焼いていきます。さあ、ではオーブンに入れましたので20分やっていきたいと思います。20分、はい、スタートです。そしたらこれをやっている間に余っているポテトの種が余っているので、これをカップに入れて別のカップ一口サイズのカップに入れて焼く準備していきたいと思います。その時にスプーン使ってもいいし、絞り袋に入れて絞ってギュッとやってもいいので、どちらでもいいのでやりやすい方法でやってください。私今日は絞り袋でやろうと思うので、こういう絞り袋をセットしてこういう風にコップに入れて、でここにこうヘラでこすりつけて詰めていきたいと思います。20分が経って焼き上がりました。こんな感じです。で、その間に、洗い物がいっぱいなんだけど、絞り袋で、カップにポテトを絞り出したので、この上に先ほどちょっと余ってた卵液を塗って、今度は180度で20分焼いていきます。はい。オーブン予熱が終わってるので、入れていきます。よいしょ。もうすぐね、さっき200度まで上がってたからすぐ上がりましたね。上がりましたっていうか、もう上がってる。で、これで20分にします。20分、はい、スタート。あら、よし。じゃあ今のうちに片付けしようと。スイートポテトの方も焼き上がりました。まあ私あんまり焼き色がついてないタイプを作るのでこのぐらいです。もうちょっと焼きたいのであれば時間を増やしてもらって様子見てください。はい。ではこちらスイートポテトとこちらスイートポテトパイですね。簡単にもうこっちはもうほとんど熱が取れてるので、あ、こっちが粗熱取れたら試食したいと思います。というか作りすぎ、食べきれませんお友達のところに持っていくか、食べたい人がいたら分けたいと思います。はい、試食していきたいと思います。もう夜の10時過ぎてるからあんまり食べないけど、っていうかもうお腹もいっぱいだ、ね、ご飯も食べてるし、なので軽くなんですけど、でもいっぱい持っちゃったはい、飛んでます。お芋よこせって言って飛んでる、ここで見えないと思いますけど、はい、私も旦那もなんだけど、ものすごいお芋が好きなのね。でお芋が大好きだからっていうのもあって、私はよく秋っていうかそのさつまいもの季節になるとさつまいもを買ってきてスイートポテトを作ります。っていうのも旦那がスイートポテトが好きなので、
で、お芋の甘みによってお砂糖の量は変えてもらって構わないと思うんですけど、はい。でもいつもそのぐらいかなっていう量を入れます。で、私そんなに甘くしてない、甘さ控えめにするので、なので一応はい、食べてみます。あ、お芋が甘かったかも今甘さはとか言ってたのに、うん、あ、これ美味しい、甘いお芋だと言ってもそこまでこってり甘いっていうほど甘くないから全然余裕、うん、美味しい。パイ美味しいよね。パイサクサクしてて大好きなんです。うん、冷凍のパイシートで十分だと思うし、むしろ冷凍のパイシートの方が手間かからない上に美味しいからよく使いますが、私このパイシートっていうのがなんかこの日本でいう本当のサクサクのパイのパイシートなんだけど、トレーダー・ジョーズでいつも買い物をするんだけど、このサクサクの方の四角いタイプのパイシートが一年中売ってなくて、あのサンクスギビングぐらいから年末ぐらいまでしか私見ないのね。もしかしたらちゃんと見てないのかもと思うんだけど見なくて、いつもはなんかどちらかというとパイなんだけど、なんだろう、かぼちゃパイとかこのアメリカで作るあのタルト寄りのみたいなパイ生地がの丸いやつなのね、がいつも年中売ってるので、そっちが主流なのね。なのでこういうパイを作りたい時にそれで作るのかと思って、ちょっとうーんと思いながら、こういうなんかチョコパイみたいになるやつで作りたいと思ってて、でもまあ時期はさつまいもの時期と合うので、はい、いつもその時期になると買いだめして作ってます。で、これはさつまいもにやってもいいし、かぼちゃパイにしてもいいし、かぼちゃは私カスタード、かぼちゃカスタードを作ってかぼちゃカスタードパイにするんだけど、はい、またそれはレシピアップしようかなと思います。はい、じゃあ次スイートポテトを食べます。すごい重量感なの。私手が小さいから分かりづらいと思うんだけど、ものすごい重量感って分かりやすい大きさが、皆さん見たことあるかどうか分からないけど、 EOS のリップバームと大きさ、こんなもん、結構大きいのね。で、お芋だから重い。もうちょっと少なく入れればよかったんだけど、マフィンカップのやつに全部入るように入れたいと思ったから、結構ぎゅうぎゅうに絞り出しちゃったので、はい。で、あ、うん、滑らかな、私はスイートポテトを作るタイプなので、はい、こんな感じです。うん、こんな感じです。食べてみます。美味しい。まだあったかいの。だから美味しい。で、まあ、バターと生クリーム入れてるのもあるから、こってりとしたコクのある、うん、味がしますね。で、ふわーっと香る、うん、バターの香り。で、ラム酒を入れてるので、ちょっと洋酒の味がする。うん。だから好きじゃない人は、ラム酒は入れなくてもいいと思いますが、私はこのラムを入れたこのふわっとした香りが好きなので、いつも入れます。てか何にでも入れちゃう。うん、ガトーショコラにも入れるし、そうだね、入れるしとか言ってて思いつかないんだけども、全然やばい。とりあえずカスタードにも入れるし、なんかおやつ作るとき基本的に入れます、ラムを。なので安いラム酒をいつも買ってます。はい、
お菓子用のやつじゃないやつを買ってる。なんかコーラで割るようなやつとかを買ってます。うん、これ美味しいです。すごく簡単、あのちょっとね時間がかかっちゃうのもあるんですよ。あのアク抜き、お芋のアク抜きして、お芋をふかす、茹でる、レンジでチン、どれでもいいをして、柔らかくしてから混ぜていくので、であの手作業でもいいんだけど、最終的にはすごく滑らかにした。これすっごい滑らかなの、実はもうぐにゃぐにゃぐらい滑らかなんだけど、でしたいのであれば絶対にフープロかブレンダー、ミキサーで混ぜた方がいいです。でそれからあの形整えて20分焼くから、両方ともね結構時間はかかっちゃうんだけど、手順はほんとただ混ぜるだけで、すごく簡単だし、パイに関して言えば全然成形もしてないし、ただ切って半分切っそう等分に切って、それをちょっと伸ばして折り曲げる、ちょっと伸ばして折り曲げるってすると、このパイのね中身の層ができるの。こういう風に、わかるかな、わかんないな、多分これ層ができるので、この層ができると、うん、分かりづらいね。はい、私どうやらあの容量がいっぱいだったのに気づかずに喋り続けてた。ださい。はい。まあそんなこんなで今日は私のスイートポテトとスイートポテトパイのレシピのご紹介でした。お芋の季節になったらぜひやってみてください。といってももう芋の季節だいぶ最近終わっちゃったから先になってしまうかと思うんですけど、まあ、こちらよりもさつまいもは手に入りやすいと思うのでぜひやってみてください。で、レシピの、 あの分量とか材料の方はまたきちんとあの概要欄の方に書いておきますので参考にしてください。ではご視聴いただきどうもありがとうございました。またぜひ、立ち寄ってご覧ください。どうもありがとうございます。それではまた今度。